こんにちは、ことぶきはじめです。予告動画です。次のキットは、G コンパチブルカイザー G コンパチブルカイザーを制作していきます。前回コンパチブルカイザー作ったんですけど、結構出来が良かったのと、デザインが僕これ大好きなんですよね。で、コンパチブルカイザーの最強形態 G コンパチブルカイザーを制作しようと思って、買ってみました。箱は結構厚みがあって、中も重そうですけど、オープンします。この辺のパーツはもうすでに塗装済みになってますね。この黒いところとか水色のところ、これも全部塗装済みになってます。前回の時も塗装済みでしたね。結構ありますね。このキットもかなり色分けが優秀で、塗装済みパーツもこんな感じでかなりあるんですけど、それでもまだ色が足りないところがちょこちょこありますんで、可能な限り塗装して、仕上げたいなと思ってます。あとまだグルンガストのタイプ3を作り始めたところなんで、もう少し後になると思いますけども、これも制作動画上げていこうと思ってます。で、今のところですね、この外装の赤いパーツとゴールドのパーツは光沢仕上げで、その他のところ、このグレーっぽいところは艶消しでいこうかなと思ってます。また部分塗装と していきたいなと思ってます。でもね、結構ね、コンパチブルカイザーを作った時も結構多いなと思ったんですけど、これも結構ありますね。ちょっと時間かかりそうですけど、頑張ってやっていくんで、よかったら楽しみにしててください。それではまた。